ワールドマッチクッキング初めて担当した時にやった国でもあるので、すごく愛着があるので今回も頑張っていきたいと思います。行かないで青木さん今日オリジナリティを出せるのはここだけなんで。ワールドマッチクッキングさあ、今週はフィンランドのお弁当を作ってまいります。フィンランドはワールドマッチクッキング初めて担当した時にやった国でもあるので、すごく愛着があるので今回も頑張っていきたいと思います。サーモンのグリルからまずじゃあちょっと作っていきたいと思います。はい、はい、まずじゃあサーモンに塩コショウで下味をつけるって書いてあるのでやっていきたいと思います。焼く時に、時短のためにもちょっとちっちゃくします。はい、先週の反省を生かして半分にします。よし、ほい。で、これで塩コショウしていきます。よいしょ、おお。まあまあまあ、こんな感じかな。よし、はい、ほい。じゃあこの子は下味つけました。バターを敷いて焼いていきます。よいしょ。先週もそうだったんですけど、火加減ってやっぱ難しいですけどね。今は中火ですか？中火のちょっと強めな感じにしました。前回強火から行きましたよね。はい、でもいい音が出ますよね、やっぱ強火だと。よいしょ、おー、じわーっといい音が。じゃあもう一枚から。はい、あーいい香り、バターのいい香り。やっているうちにご飯を入れます。国旗の大事な部分となるご飯を入れて、さあ、ご飯を詰めている間に、お、焼けてきたかな？ひっくり出してみます。お、綺麗な色。重い。よし。おー、いい色が。よし、今日は焼き目は失敗しないぞ。いい感じになっているところでご飯が詰め終わりました。はい、さあ、どう入れるかですね。うん。最初にじゃあもうナス乗っけちゃいます。はい、国旗の部分になるナスを乗っけます。わー、よし、この長いのをじゃあそれに使おうかな。あ、こっち向きにしよう。よし、じゃあこれで国旗部分は、はい、完成ですね。これでよし、 OK、 国旗の部分完成。さあ、そう言ってる間にサーモンが、お、焼けたんじゃないでしょうか。これはもう、じゃあこれで火を止めます。この子を一旦置いといて頭の中を整理しますとりあえずじゃあ葉っぱ敷いていこう。無造作っぽく見せつつ、先週の、はい、あのジャマイカ、はい、具材と違って厚みを出す食材があんまりないから、ちょっとモリモリって見えるものが少ない。腕の見せ所です。そうですね。よし、とりあえずこれくらいにしとこう。で、ソース、このサーモンのソースを作っていきたいと思います。このソースがちょっと難しそうですね。ソースの材料の穴の部分が結構なんか大事なところがないっていう感じなんですけど困りましたね、これは。まず水切りヨーグルトがどれくらいなのか分かんないっていうのが、はい、ここで青木さんカードを使います。はい、来ました今からソース作りたいんですけれども、はい、ソースの分量、分量はですね、はい、お弁当なのでそんなにたくさん作らなくていいと思うんでね、はい、念のためにそこに作るぐらいな感じで、はい、なるほど、あの色を足していくんですけど、その時にこう多すぎないように、はい、まず水切りヨーグルトの分量を決めましょう。でそれに対して他の調味料とかが多すぎないようにっていうのを考えるんですけど、特に粒マスタードは入れすぎるとちょっと辛くなってしまう可能性があるので、ちょっとそれだけ気をつけてください。粒マスタードに要注意、はい、わかりました。はい、助けライブ終了です。じゃあ頑張ってください。行かないでよ、来たなんかあのちょっと頭の中が整理できました、青木さんのおっしゃってくださったことによって。なのでまずスプーン2杯分くらいヨーグルト入れました。足りるかな、もう心配なんで3杯分くらいにしときます。で、ヨーグルトと粒マスタードにし、まずはじゃあ粒マスタードからいきます。ちょこっと入れてみます。よいしょ、
ちっちゃいティースプーンの半分くらいに入れました。じゃあ続いて塩、塩が黒塗りされております。ただあんまり入れすぎるような感じの食べ物でもないと思うので、ほんのちょこっとこれくらい。あとは砂糖を一つまみ、ちょっと砂糖かな、はい。じゃあペッパーをちょこっと、 OK。 いやもうちょこっとかな、あ、いや入れすぎない、入れすぎないようにしようよし、ディルをじゃあ入れていきます。みじん切り、ちょこっと切ってきます。 OK。 これでじゃあソースの完成。こんな感じです。多分大丈夫、盛り付けていきたいと思います。まずじゃあ今回はサーモンから切っていきます。こうしよう、よしよし、お、いい感じに焼けてそうですね。ほいほいほい、よしよしよし、ちょっと理想に近づいてきたぞ。さあさあさあ、じゃあクラッカーはこれで割れるかな。お、いい感じ、うん、よし、こうしてこうやって、こうだったな、よし。生の大根を切りに行きます。よし、お、これはあえて生の大根にしてるんですか。茹でてもいいんですけど、まずシャキシャキした方が美味しいので、うんうん、このじゃあこのトナカイさんをの、あれだ、顔だ、どれで見えないです。どれで切り抜くんだろうな。ハムは、ストローの先の、ストローの、いや、ストロー、あ、そうです、そうですね、これか、それで、よし、いけるのか。お、いけた。結構簡単に、うん、お、奥に入っちゃった。出てこーい。もう奥に入っちゃったらもう一回。もう一回。来た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 、はい、よし、これがほっぺになって、よし、で、海苔、よし、目とほっぺができました。このじゃがいもを並べていきます。目標は青木さんを超えることですか。超えるぞ、青木さんを。青木さんを超えていく。よっしゃ、で、じゃあソースを入れようかな。よいしょ、入れた。じゃあチーズを入れて、まだいちごも残ってますからね。そうですね、いちごも残ってるからな。シカちゃん、シカじゃない、トナカイ。トナカイを入れて、ゴールが目前に迫ってきてる。よいしょよいしょよし、じゃあいちごを切っていこうかな。いちごはじゃあちょっとおしゃれに切ろうかな。今日オリジナリティを出せるのはここだけなんで。よしよしよし、いい感じ、いい感じ。一個でしょ。本当にこんな喋らないワールドバズ的に大丈夫なのかすごい心配です。なかなかでも普段見れないやっぱりね、渚さんの姿を見れるっていうのは、うんうんうん、そうですか、ちょっと今静かにしてえ、ないですか。ちょっと今真剣でして。楽しい、何か作るっていいですね、やっぱり。 いつも作ってるんですけど。あとはレモンを入れて、おお、いい感じ、よし。さあ、ということでフィンランドのお弁当完成しました。いやー、もう我ながらあっぱれ。結構綺麗にできたんじゃないかなと思います、見た目は。ただちょっと味をね、どうか青木さんに実食していただきたいと思います。はいはい、お願いします。はい、あ、でも本当見た目は本当にもう最高です。よしやった。この工程の差とか。そう、工程の差結構考えました。そうですね、はい、トナカイちゃんの位置とか完璧ですね。一番綺麗。やった、一番綺麗。嬉しい。では、はい、実食させていただきます。お願いします、はい、サーモンだよな、問題は、うん、私こうディルが、ね、飾ってあるの綺麗でいいですよね。でディルがあるだけで本当綺麗に見える。このソースをつける、
ますディルを一緒に食べるんですけれどもいただきます。おいしいです。おお、うん、下味の塩加減、うん、同時です。おお、よかった。ソースはどうですか。ソースは、うん、おいしいけどもうちょっと塩を入れた方が、ソース炭酸というよりもサーモンにかけて食べることを考えなきゃいけないので、ちょっと味強めの方が良かった。ああ、ちょっと薄かったのか。うん、なるほど。で、その決まりましたか。はい。はい、じゃあ発表していただきましょう。じゃあまずですね。はい、味何点でしょうか。あ、味は普通の感じで9点で。9点。はい、おお、塩加減。見た目ですね。見た目は10点で。10点。もうなんか私超えてます。最後ですね。はい。次は。時間も短縮できているので10点で。10点、はい、えということは9点、10点、10点、29点やったー。でもちょっと悔しい、うん、塩かっていうところで。そう、味見をね、してなかったと思うんで、確かに多分集中したってそんな暇がなかったと思うんですけど、確かに何か作る時はやっぱり味見は大事だと思うんですね。確かに味見してないですね、うん、なんで味見しなかったんだろう私。ちなみにこれ穴が開いてたここの正解は何だったんですか。はい、水切りヨーグルトはこれは、はい、50g なので、50? ちょっと多めですけど、はい、あのくらいでよくて、うんうん、あと粒マスタードもこれでいいと思います。まあ、塩ですね、やっぱり、ね、塩がやったりなかったんだ、うん、ただその塩って人によってこう味が違ったり、はい、あとこの場合は単独で食べるというよりはこれサーモンにかけたらどうかなっていうのを考えてやると失敗しないと思うんですね。いやー難しい。1点で悔しいですか。悔しいですね。次、次まだもう1回やりますね。次で挽回できるかどうか。ちょっと次強敵ですからね。インドが一番難しそうだなと思ったので、インド編で満点狙えるように頑張ります。来週はインドのお弁当に挑戦しますので、来週もぜひご覧ください。頑張るぞ。もう会話がないですからね。足りてる、自分を信じる。達成感がすごいです今。この番組をいいなと思っていただけた方はチャンネル登録、高評価、そしてコメントお願いします。お待ちしてます。